はは、は。い、ここんんんにちはこんばんはお元気でしょうか。えー、マスガカ翼屋さんとセカハオガの、えー、深瀬さんがなんか破局したんじゃないかっていうね、話が出ています。うん、えっ、ー、とね、2015年の年末に交際をスタートさせた2人なんですけど、まあ破局をしたよっていうのが、ポストセブン。 ニュースポストセブンというのは,はまあ発表したらしいです。うん、あのー、マスマスワーカさんはね今お友達がアメリカにいて、えー、まあ友達に会いに行ったのか分かんないんですけどまあアメリカに行ったんだけど。 えー、帰国する日に階段から落ちてしまって、まあ、骨折をしたと。うん、で友人宅で、えー、養老生活を送っていることをインスタグラムで発表というか報告したと、うん。保険が使えなくて大変だっていうねいうことで、まあ、結構日本って特殊だなっていうのは。 あるみたいね、ほとんど保険で賄えることがあって骨折でも入院費がさ入院費っていうか、まあ、そういうのがさ3割だけで払えばいいみたいなさまあ実費もあるけどね実費っていうか入院費はかかるけどね入院費じゃないかまあ <laughs> そういう病気とかねそういうので3割負担だけでいいみたいなさ感じになってるでしょ、うん、まあ <coughs> まあ赤さんもねなんか友達が言ってたんだけどまあ昇進に骨折と悲しいことが続いてるんで彼女のメンタルが心配ですねっていうようなことを。 まあ、共通の友達なのか、正若さんの友達なのかわかんないけど、まあ、そういうことを言ってる人も多いです。あいるみたいね。うん、で、正若さんは2007年に、読者モデルの男性と結婚し,して、まあよ、翌年に長男を出産したんだけど、2013年に、 離婚した深瀬さんはその長男とともに仲良くなって本当の親子動画上から見たら若い夫婦のように見えていたんだって、うん、<laughs> まあ大人数でのバーベキューとかでも3人で参加したこともあるとお子さんも深瀬さんに懐いていて本当の親子のような関係でしたよと で、オープンな <laughs>、えー、豪災で街中で2人を見たよとか、まあ、お,お子さんだろうなっていうことを一緒にいたいとかっていうのは、えー、そういうファンの声が絶えなかったとだけど去年あたりからもそういう目撃団が少なくなったよねっていううんで去年あたりに再婚、えー、はどうなんだろうどうなのっていうね っててことを MC の方かから聞かれたんだって最近の彼とに一緒にあのお付き合いされてる方がいらっしゃるけどみたいな感じで、うん、そしたら、えー、お付き合いをした当初は家族とかにもねそう再婚できたらいいねとか再婚しないよっていうふうに言ってたんだけど ここ最近になってからはまあそういうのは必要なのかなっていうふうに思い始めてちょっと悩んでるんだよねみたいな感じで思っているようです。うん、去年だっけ <laughs> 深瀬さんもねなんか映画の本当に重要なところの役をもらってそれがさ ハマってるみたいな感じで言われててね好評だったらしいんだけど、まあ、それに挑戦したりね絵本とかグッズとかそういうのをが手書きたりし,してて活躍の場を幅をね広げていたとまあまあそれはいいんだけどその周りのスタッフだったり友達から言わせるとそれにのみ込んでしまって 周りが見えなくなくってしまう一曲集中型なのかなあの方はね。なので、マあ、オ岡さんだったり、えー、あ、増岡さんじゃない、ワカさんだったり、まあ、その他の友達だったりが、こう話しかけても、上の空というか、うんうんっていう感じのね、生返事というか、そういう感じになってしまったんで、 増さんとしたらどういうことなのみたいな <laughs> どういうことなのって言い方も悪いけどまあね5年6年付き合っていればそういう性格っていうのも分かってきてるわことがね分かってきてるんだけどまあそれでも耐えられなかったのかなっていう感じですかね。うん、でね、まあ <laughs> シェアハウスってさあの世界の終わりのメンバーとシェアハウスでね共同生活してるけど深瀬さん以外のメンバーっていうのが結婚されてて、まあ、結婚してるけどそこのシェアハウスで。 生活をしてるっているっうことは誰だっけあの女性の方がね結婚されて出産していたとしてもまあそういうことしてますよみたいな感じで言ってましたけど、まあ、もちろんベースとしてはねあの自分のお家っていうのがあるんだろうけどあの自分のお家っていうか旦那さんとのお家っていうのがあるんだけど うん、どうなんだろうねでもまあ深瀬さんとしては立場がないというかなんだろうないづらくなってしまってるのかな自分だけが独身っていうのもうんまあまあね なんか引っ越したいんだよねっていう話もファンにこうね話したいとかしてたらしいんだけど松岡さんのねその事務所に聞いてみたらプライベートは本人に任せているから分かりませんみたいな感じで言ってたらしいんだけどうん波及報道今までもありました私が 関心がないせいかあのー、分かってないだけなのかもしれないんだけどうーんもう増若さん増若さんの方がちょっと呆きれちゃったのかなーっていうのはあるんだよなうーんそういうのは分かってていあのー、そういう性格をね分かってて、えー、結婚する。 すするる方もいらっしゃると思うんですよなんかねその深瀬さんも過去にねそういう病院に何,何年か何ヶ月か、ね、入院していたっていうのでうーん、まあ、そういうのもそういう性格っていうのも分かった上でお付き合いしていたのかなと思ってたんだけどね。 <laughs> っていう感じかなでもまあメンバーはメンバーでねそういう性格っていうのは分かってるから今までも付き合ってねバンドとしてやっていたと思うんだけどうんまあハ局としてもね 仲良くしてほしいなと思う。なんか憎しみあって、えー、別れたっていうような感じではな,いなさそうなんだけどね。うん、って思いました。皆さんどうでしょうかね。もしよろしければご意見いただけたらと思います。以上です。